トラバンチャンネル。それでは会見を始めさせていただきます、はい、代表質問はテレビ大阪が担当します。よろしくお願いします。まずサインはされましたか？はい、しました。言える範囲で金額の方は？あ、もう好きに書いてください、はい、金額を伝えられた時のお気持ちはいかがでしょうか？はい、しっかり評価していただいたなと思いますし、はい、大丈夫です。ちなみにお金の使い道だったりそういったところは考えられる？特には、まあ、考えてないですけど、はい、まあ、家族にしっかり恩返ししたいなと思います。球団の方とお話しする機会もあったと思うんですけれども、どういったエンジョイをされましたか？1年間、まあ、よく頑張ってくれたっていう話と、まだまだなんですかね、まあ、ずっとこう強い阪神が続くように、はい、みんなでやっていってほしいということだったので、はい、また、優勝できるように、頑張ってくれという話をいただきました。そういった点を踏まえて、坂本選手の方から球団の方に何かご要望など出されたりはしましたか？そうですね、まあ、あの周りの方はこう強い阪神が続くっていうのもいろんな話いただくんですけど、中にいる自分たちやいろんな人がそういう周りの声にこう続くからって言ってちょっと甘えてしまうと崩れるのは一瞬だと思いますし、そういうのは早いと思うので、どんどんこう自分たちはこう常にこう成長しながら強くなっていかないといけないっていう話をちょっとさせていただいて、選手だけでなくやっぱりチームとして、強くなっていかないといけないと思うので、そういうふうにこうみんなで、やっていきたいと思ってるって話もしましたし、そういうふうにこうチームのこうチームがそういうふうにあの選手だけじゃなくてタイガースみんなでそういうふうに向いていけば続くんじゃないかなっていうふうに思ってるので、そういうふうに、まあ、そういうふうなチームでありたいっていう話は少し、はい、してました。はい、ありがとうございます。坂本選手ご自身のお話に移りたいんですけれども、今シーズンはリーグ優勝、そして、日本シリーズも、フル出場でマスクをかぶられました。改めてどんな1年でしたか？まあ、自分が目指してた部分なのでずっとこう試合に出続けるっていうのは、後半、まあ、8月の中旬からずっとこう出続けて、やっぱり自分はこういうふうに目指してきたし、常にこういう風にいたいなっていう風に思ったので、やっぱり試合に出てなんぼだと思いますし、試合に出て勝つっていうことが一番求められていることなんで、まあ、そのいい部分は続けないといけないですし、まあ、でも足りない部分もたくさんありますし、もっともっと成長できると思っているので、いろんなことをこう技術的にも、まあ、精神的にも体力的にも、全部もっと成長してもっともっとこう器の大きい選手になっていきたいなと思います。この1年でいろいろな経験されたと思うんですけれども、この1年を通して何かご自身の気持ちだったりとかプレーの方に変化はありますか？いや、特に今までやってきたことと変わってないので、自分のやってきたことはなので、それが、しっかりできたっていうのが1年間こう終わった時にこういう形につながったと思ってますし、まあ、やるべきことは変わらない、変わらない中でそのやっていることのレベルをどれだけ上げれるかということだと思うので、まあ、そこにフォーカスして、オフシーズンしっかり準備してまた来年迎えたいなと思います。そして今シーズンの坂本選手初のゴールデングラブに受賞されましたが、受賞された時の気持ちはいかがでしょうか？まあ、嬉しかったですし、本当にもっと練習して、はい、頑張らないといけないなっていうのが、はい、一番出てきました。そして先ほど坂本選手の話もされてましたけども、来シーズンに向けて、球団の初の、まあ、連覇の期待のかかるシーズンでもあると思うんですけれども、坂本選手ご自身、来シーズンに向けてオフではどのような取り組みをさ
されるとか、そういったご予定はありますか？不安しかないので、はい、もう来年に向けて、いっぱい練習するしかないと思ってますし、たくさん試合に出させていただいたとはいえ、80何試合からなので、まだまだ足りないと思っているので、そこをもっと増やしていくには技術を上げないといけないので、はい、まずは技術一番に考えて、そこが向上するようにやりたいと思います。その向上した、先に、具体的に目標だったりとか、そういったものは何か考えられたりしますか？いえ、特に技術を上げて試合に出るため の、 その何て言うんですかね、自分の持ち合わせるものを増やせば増やすほど試合に出るチャンスは増えますし、試合に出て結果を残す可能性が上がると思うので、何がというわけではなく、すべて、はい、もっともっとやりたいなと思ってます、はい。今シーズン防御率トップのタイガース、そのピッチャー陣を支えてこられたと思うんですけれども、改めて坂本選手から見て、今シーズンのタイガースはどんなチームでしょうか？監督が、ですかね、1点でも少なく、1点でも多くということで、こう、守りからいう野球のスタイルをずっと、おっしゃってたので、それがしっかりできたっていうのが一番だと思います。やっぱり、フォアボールっていうのがずっと挙げられてますけど、攻撃面では1つでも多く取れたら点数につながるし、守る方では1つでも少なくできたら失点の確率を抑えれるしというところで、すごいキーワードになったと思うので、これはでも来年逆に使えることもたくさんあると思うので、そういうのは、しっかり準備して、状況を考えて使うことが使えたらいいなと思ってますし、そういう中でまた、ピッチャーに支えられてたのは僕の方だと思うので、またピッチャーもいろんな技術を身につけてオフやって帰ってくると思うので、その技術をフルに使ってチームが勝てるようにバッテリーで勝ちに行きたいと思います。はい、ありがとうございます。ちなみに今シーズンキャッチされて一番印象に残っているピッチャーいらっしゃったりしますか？いや、みんな、はい、みんな印象に残ってますけど。ありがとうございます。はい、最後になりますが、連覇を期待しているファンの方も大勢いらっしゃると思います。来季に向けてメッセージをお願いします。何年ぶり何年ぶりってよく言われるので、もう何年連続の方が、はい、かっこいいと思うので、まずは、2年連続目指して、やりたいと思いますし、そこから、何連続でもいいと思っているので、またみんなでこう勝つっていう喜びを味わいたいと思うので、たくさん応援していただいて、一緒にまた優勝して喜び合いたいなと思います。はい。